山本直は日本の科学者。中部大学分子性触媒研究センターセンター長。名古屋大学名誉教授。シカゴ大学名誉教授。文化功労者。訓党は随法中受賞。学位は PhD。2020年、ノーベル科学賞の有力候補と産経新聞に報道された。東歴祖研究所博士研究員、京都大学工学部講師。 ハワイ大学准教授、名古屋大学工学部教授、シカゴ大学、アーサー・コンプトン・ディスティングイッシュとプロフェッサーなどを歴任。2020年に初の著書、日本人は論理的でなくていい意味を出した。兵庫県出身の有機合成科学者である。第13属元素であるウ素やアルミニウムを含む分子生産触媒、不生産触媒、複合産触媒、 環境調和型触媒を設計、合成することによって、炭素炭素結合形成反応を制御することに成功したことで知られている。東レでの勤務を経て、京都大学、ハワイ大学、名古屋大学、シカゴ大学、中部大学などで教弁を取った。1943年7月16日生まれ、兵庫県神戸市出身。 1961年、名田高等学校卒業。京都大学に進学し、工学部の工業科学科にて学んだ。1967年、京都大学を卒業した。その後、ハーバード大学の大学院に進学し、科学科でイライアスコーリーより指導を受ける。1971年、ハーバード大学の博士課程を修了した。帰国後は、東レの基礎研究所にて、 博士研究員となった。京都大学に移り、工学部にて助手や講師を務めた。ハワイ大学に移り、准教授に就任した。名古屋大学に転じ工学部にて助教授や教授を務めた。その後、シカゴ大学に移り、科学科にて、アーサー・コンプトン・ディスティング・イッシュとプロフェッサーとなった。帰国後、中部大学に転じて、教授となり、 分子性触媒研究センターのセンター長を兼務した。なお、名古屋大学及びシカゴ大学より名誉教授の称号が授与されている。アルミニウムを中心としたルイスさん触媒研究の第一人者。高度にデザインされた有機肺医師を結合させたルイスさんにより精密な分子認識を行い、多くの有用な不正反応を生み出している。開発した。 いくつかの主役は市販されている。ありがとうございます。